なんかね、2人だけじゃなかったですね今回は。そうですね、あのゲストの方も入りながらね、ちょっと今までねやっぱり歌が下手なんで、なかなかあれで歌うのがダメだなってなったんですかね。あ、今回歌ってないんか。しっかりプロがそっちを担当していただいたので、そうかそうか、そういう意味では楽でした。あ、第一印象ね、大悟は島の男でしたから、僕が岡山県で高校に行ったら大悟が島から来たんですけど、第一印象はなんかこんなダサい人間がいるんやみたいな、その服が私服ってなかなか見ないじゃないですか。そのボーリング大会みたいなクラスのみんなであったんですけど、そこに私服で来たんですけど、当時英字新聞の柄がフィアーってニューヨークタイムズとか書いた柄の上下を着てきたんですよ。なんかその新聞が巻きついてんのかなって思うぐらいベタッとその字が現れたんで、こんな、なんかみすぼらしかったです。はい、僕はですけどね、はい、だから30年前にもうそれをやってたというね、いやいやいや、やってないね今誰も。逆に今ようやく追いついてきた。追いついてないやん、感じはしますけどね。はい、いや来てないやん誰も。英字新聞のやつもう今はね、なんかそういう上下、英字新聞上下が流行ってますけど、僕も流行ってないねん。30年前からそれやらしてもらってました。はい、お前の家族だけやる。あと真っ白のジーパンに、はい、あのサソリの刺繍が入ったジーパンも履かせてもらってました。はい、そのとおり。僕の履いてたジーパンのメーカーが紅サソリでした。なかなかまだあればね。そうですね、ボンタンでしたね。一本押して、はい、チャックがついてました。はい、はい、ボンタンすぎて下チャックが開けないと入らない。島ですからね、なかったんかなそういうファッション。僕はなんかね、もう高校1年生の時に会った時からね、なんか高3のマドンナ的な女の子と付き合っててね。はいはいはい、そうなんですよ、その柔道部のね、先輩でした。先輩と付き合ってるっていう噂がその同級生の間で広まりまして、みんながうっすら嫌ってました。何やあいつは、何やあいつは、そうなんです。その時はモテたんですよ。はい、なんかエロい感じになりましたね。結構年上だからリードしてくれてた。はい、がな、結構覚えてます。全部はしてないですよ、途中まで。あれどこまでやねん、B。 まだはっきりしてないけど。はい、あ、大悟ですか。なんかもう全然違うんでね、大悟は。まあ私生活も破天荒というかね、結構こういけいけっていう感じでスリルを楽しむ方なんで、僕はもう安全に安全にという感じの性格なんで、もともとそれがなんか高校から会った時から良かった感じはしますね。そのまあマッチング具合というか、なんか一回応援合戦っていう、大悟と俺が同じクラスの時にやった出し物があったんですけど、僕は普通に応援合戦やから、フレーフレービーグミーとかやろうやって言ったら、いやそれおもんないやろって言って、なんか当日全身赤いタイツでタコ男のような感じ、タコ団長としてやって、着地お滑りになられてて、でもなんか感動して泣いたりもしてて、なんかすごい男やな、すごい男やなって思いました。いい思い出です。なんか全員が集めてね、みんなを飲むとか、その私タコ団長になりまして、団長でしたから、それをみんながこう持ち上げて僕を飛ばすんですよ。飛ぶたびに滑ってました。全校生徒と、はい、全校生徒の親の前で、で感動して泣いたりもしました。熱くもなってました、
いい思い出です。今とかなればね、はい、ヤバティさんが出てくれてね、うん、一度前にライブで一緒になったんですね、はい、ライブでね一緒にやらせてもらいました、うん、お笑いと音楽のライブみたいなんで一緒に歌とか歌わせてもらったりしてからのこの共演なんで、うん、なんかご縁があるなって感じたり、あと結婚されたのよ、やばい、そう、あの最近、アリボボさんね、女の子の方がなんでそんなとこ食いつく食いつくやろアリボボさんや、あの子アリボボさんってすごい名前、すごいな、すごい名前、奥さんとはやっぱできるだけね、はい、あの一緒にいる時間を長くしてます。めちゃくちゃ嘘ついてるやん。いや嘘つれないですし、情報番組とかに出るから、 こういうのってやっぱ旦那の努力でいくらでも実は時間って作れて、ちょっとした合間でも帰ってやれたら、うん、それで会うだけでも別にそこで何するわけでもないんですけど、ぼーっとしてていいんですよ。でも一緒に寄るっていうことが結構大事かなと。止まらんやん嘘がつら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 よう出たね。いや本当にね、まあまあ、うん、大事だと思いますよ。悪いことは言ってないですからね。それこそ飲むのかな。ああそうですね、僕は結婚記念日がバレンタインデーで、で高校の同級生の奥さんなんですけど、付き合った日もバレンタインデーで、はい、で式を挙げた式場の名前もセントバレンタインっていうところで、非常に恥ずかしいです。ご覧の皆さん、また第6弾の CM、面白い感じに仕上がってますんで、ヤバ T さんと共演しております、はいはい、ぜひ楽しみにご覧ください。はい、ヤバ T さんにも注目していただき、はい、ね、もう CM ですからそんなに長くないですけど、うん、いろんなところに工夫がありますので、あ、はい、何度も録画してじっくり見ていただきます。そんなにあった？あります。だいぶハードル上げましたけど、まあ、言ってますんでお願いします。あまりにもスムーズすぎてびっくりしたもん、はい、って、ね、なんか初めてこんな、なんか普通さ巻かないじゃないですか、撮影って、うん、鬼巻き巻いたか、まあ、押すのが当たり前ですからね、こういうのってね。すごいね。いやスムーズでしたね。やっぱこうシリーズいっぱいやってはるから、ね、はい、勝手が分かりすぎてんじゃん、もういいチームなんですよね、うん、早かったな。早かったね。楽しみましたか、撮影。めっちゃ楽しかった。楽しかったですね。なんか まあ、合成やったじゃないですか。ノブ、うん、さん役の人がね。ノ、う、ブ、ん、さんすぎて。そうやな。ノブさんの代役で入ってた方が、ノブ、うん、さんに似すぎてたから。そうですよ。まあ、声がそっくりすぎて、うん、もう。一緒にやってるみたいな。そう。うん、あ、だから共演できたなって思います。そうやな。はい、ね、嬉しいですよね。いや、あのってなりましたよね。もう僕ら結成10周年なんで、はい、こう過去の楽曲とかをね、うん、こうやってこういうタイミングで使っていただけるのはすごい嬉しいです、ね、いで僕らも出れんねやって。そうなんですよ、ね、曲だけかと思ったら出演まで ねさせてもらって嬉しいですね。なんかしかもすごいやっぱりいっぱい見たじゃないですか、レイクの CM って。いやテレビでめちゃめちゃ流れるやろ、うん、これテレビだけじゃないしね、いろんなとこで流れるで、この CM、あのレイクの CM ってなりましたよね。俺ら出るんやろ、そこに。そうレイクのバンドやと。ほんまや、レイクで見た人たちが、レイクで見た人たちがステージ立ってるって思われる。嬉しい、思われたいですね。はい、いやだから、ノブさんって、はい、前からヤバティの曲を聴いてくれてた。そうで、好きって言ってくれはって、でその好きな曲がカカトローラーっていう、はい、あのシングルのカップリング曲。そうなんですよ、あんまりライブやってない。めちゃくちゃツーな曲を好きって言ってくれはって、 すごい嬉しかったな、それね、うん、まさかそうっていう、あんまりメジャーな曲じゃないけど好きって言ってくれたところ、あ、ほんまに好きなんやと思って、嬉しい、めちゃ嬉しかったですね。でもなんか DAIGO さんってすごいこうテレビで見たまんまの人なんやなって思って、うんうんうん、なんか話しかけてくれはった。そう、優しいですよね、うん、二人ともほんまになんか優しくて、うん、なんかほんわかとしたね空気感の人たちですよね。CM をご覧の皆さん、ヤバい T シャツ屋さんです。どうもバンドなんです、はい、変な名前なんですけど、はい、バンドでやらせてもらってます。レイクの CM に出させていただきました。嬉しい、よろしくお願いいたします、はい、バンドです。そして顧客の皆さん、ヤバ T のお客さんのこと顧客って言ってるんですけど、はい、させていただきますよ。テレビ CM に出てるよ、出てるよ、みんな自慢してよろしくね。ありがとう。